東山清彦君公明党の遠山清彦でございます、午前中に引き続き質問をさせていただきます。私、多数の質問を用意しておりまして、答弁される方々におかれましては、なるべく簡潔にご答弁をお願いをしたいと思います。で午前中に、最後に保健所の人手不足が大変だというテーマでお話をさせていただきましたが、次はですね、この看護師。 医療機関等で働いている看護師の方々も、この数週間、新規の感染者が急増する中で、非常にあのマンパワー不足が深刻化しているという問題がございます。でそこであの、日本看護協会から要望が出ておりまして、看護職の資格管理体制の構築というものがございます。これにぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思っております。えー、日本看護協会の福井会長と直接お話をしました。 潜在看護師つまり看護師の資格を有していますが、看護師として現在働いてない方は、全国で今70万人おられると、そのうちナースセンター登録は13万人、13万人のうち、コロナ禍でも働く医師がある方、職場復帰する医師がある方が5万人、しかしながら、実際に働いておられる方々は2000人にとどまっているというのが現状でございます。でそこで問題は そもそも潜在看護師全国で70万人いるわけですが57万人の方々は登録していませんので所在がわからないからリーチができないこれが根本問題だということでございますそこで政府において関係法令を改正してマイナンバー制度等も活用しながら看護資格を有する方々の情報を把握をしてもちろん本人の同意をうるなど個人情報の扱いに配慮をしながら 看護現場の就労支援、まあ、職場復帰をにつなげていくことが、今、非常に重要ではないかと考えていますが、厚労大臣、答弁をお願いします厚生労働大臣、田村久君あの潜在看護師の皆様方、70万人強と言われていますが。 あのそもそも国家資格を管理できていませんので、えー、本当に70万人、これ推計で出されている数字だというふうに認識してます。で国家資格を管理するために、今回です、ねあの、デジタル改革関連法、これをです、ねまあ、提出予定ということでありますけれども、あのこの中においてですね、えーまあ 看護師の国家資格これはあの看護師だけじゃないんですけれども、これも管理していこう、マイナンバーを通じて管理していこうということで,です、ね、今、検討しておる、準備しておる最中でありまして、あの看護師の場合です、ねそのまあ、業務従事届というのを出していただいてます、2年に1回だと思いますが、でそれを本人の同意を得てです、ね、それとマイナンバーと紐付けを,をさせていただこうと。 いうふうふに考えております一方で、えー、都道府県で,です、ね、看護協会中心になられて、ナースセンターというものを作られて、そこで,です、ね、いろんな看護師足らないところに対して、まあ、そもそもは辞められるときに、この協会で,です、ね、協会といいますか、センターで、 病院辞められる時に本人の同意を得てそこに登録すするという,ような業務をやっておりますでそれで今、あ,のあ,る,ある程度、届出をいただいている方々を、いろんな形で,です、ね、何か看護師が必要なときには情報を提供して、そして復帰いただくというようなことをやっていただいているわけでありますけれども、それとまあ直結といいますか、それに合わせてですね、あのこの管理した、 データをです、ね、本人の同意を得て、ナースセンターの方にお渡しをさせていただいて、そこからです、ねまあ、これも本人の同意を得ての話でありますけれども、いろんなときに情報が行くと、ご本人と、まあ、こういう仕組みを現在、検討させていただいております。いずれにいたしましてもです、ね、いい仕組みを作ってまいりたいというふうに考えておりますので、また何かご意見がございましたら、たまに止まりますように、よろしくお願いいたします遠山清彦君、厚労大臣あの、素晴らしいご答弁ありがとうございます。デジタル 関連の改革法案が実現しますと、この看護師の潜在看護師の皆さんをしっかりと、束縛器につなげていくこともできるということが今、明らかになったわけでございますので、しっかりその方向で努力をしていただきたいと思います。続きまましてです、ねえー、自宅療養中中のの方々のお話ででございますす今感染者が急増する中で 入院できない方々への支援が大きな課題となっております陽性患者で重症化はしてないものの一定の症状のある方々が自宅療養している場合同居する人への感染拡大や症状が急激に悪化したときに手遅れになるのではないか等の深刻な不安がございます報道と見ておりますと現在自宅療養者の数は推計ですが3万5千人強と 言われわれているわけでございますし、一部の報道では、えー、昨年12月から自宅療養中で、残念ながら亡くなられた方が18人ぐらいおられるというものもあるわけでございます。そこで提案なんですが、今現在、そのような自宅療養されている方々へは、保健所から定期連絡をして、まあ、主に電話だと思いますけれども、健康観察を実施しているということでございますが、それに加えてですね、 オンライン診療、これ結構ネット見てますと、有料でオンライン診療を受けられるサービスというのは結構構構築をされております。私が見た一つの,あのオンライン診療サービスの会社は、全国の1500のメディカルクリニックと契約をしているわけでございます。ですので、この自宅療養の方々、1日1本の保健所からの電話だけでは不安な方、多いんじゃないかと思うんですね。ですからこのオンンライン診療 まあ有料が多いわけでありますがこれを何らかの国の支援も入れて無償で受けられるように、えー、国として支援を検討していただけないかと思いますがいかがでしょうかこれ山本厚労副大臣厚生労働副大臣,副大臣山本博史君遠山委員にお答え申し上げたいと思います自宅療養におきましては軽症者等の症状が悪化した場合など医療の提供が必要になった場合に患者の方々が 適切に医療機関を受診できるようにするために、フォローアップを行うことが必要であると考えております。自宅療養の場合には、今、委員からありました保健所が定期的に健康状況を確認しておりまして、症状に変化があった場合には、医療機関と連携しながら、委員ご指摘のこうしたオンライン診療の活用も含めて、必要な医療が受けられるように、体制を整備いただいているものとを承知している次第でございます。また、こうしたオンラインの活用につきましては、 フォローアップにを行うにあたりまして、保健所がオンラインによる健康観察のサービスを提供する事業者と委託契約することもございますけれども、その際の費用、さらには先ほど申し上げました自宅療養者へのオンライン診療にかかる自己負担分につきましても、緊急包括支援交付金、これを使用することを可能としている次第でございます。いずれにしても、この自宅療養にかかる医療提供体制の整備、進めてまいります。 遠山清彦君これも大変前向きなご答弁、ありがとうございます。あの田村大臣、あのオンライン診療についてはです、ね、日本医師会含めていろんなご意見があることは私、承知をしております。ただ私、今のこの自宅療養者が3万5000人にもなって、報道で見るように、まあ、あの個別の事情というのはさまざまですけれども、本当にあの保健所からの電話一本では心配だという声があるのは事実ですから、まあ、ここの局面はですね、 この感染して自宅療養を余儀なくされている方々に寄り添ったです、ね、形で、ぜひあの早急に、まあ、今、すでに既存の制度でもオンラインでいろいろやること可能だということでございますので、進めていただきたいと思います。で次の質問ですが、あの公明党は昨年から政府や地方自治体に対して、血中酸素濃度を計測するパルスオキシメーターの利用拡大のために、公的心を強化すべきこと、繰り返し提案をしてまいりました。 その結果、すでに地方自治体は、国からの緊急包括支援交付金や地方創生臨時交付金を使って、このパルスオキシメーターを購入することができるようになったと認識をしております。すで既に、この自治体が購入したパルスオキシメーターを、特に自宅療養の方々に無償で貸与するという事業が、東京都や神奈川県など一部の自治体でスタートしておりますが、ぜひともこの取り組みを早急に横展開をして、 少なくとも現在、緊急事態宣言が出ている、えー、都道府県のすべての自治体においてです、ね、このパルスオキシメーターの無償対応、実現できるように、政府としても後押しをしていただきたいと思いますが、ご答弁お願いします厚生労働大臣、田村典久君。 あの自宅で療養いただいている皆様方、先ほどの話が出てますとおり、1日数回、保健所からまあフォローアップという形でいろんな連絡が入ると、そんな中において、対応する中において、今言われました、パルスオキシメーター。 あのこれはまあ血中の酸素の法は、これを見るものでありますけれども、こういうものをしっかり対応するということで、これはあの各自治体にもですねそういうことを我々としてもお願いしておりますが、ただ、なかなかですねこれ、機械自体がもうかなり出ておるということで、メーカーに聞きますと、だいぶ市場からこういうものが減りつつあると、これ、今、増産のお願いをさせていただいております。 であの自治体でも結構差がありまして、しっかりこれを持っているところと、まだ十分に、まあ、手に入れられていないところがありますので、えー、増産をいただいて、まあ、基本的には自治体があのメーカーから買っていただくって話になりますけれども、あのこれ、お金は先ほど言いました、えー、緊急包括支援交付金で使えるということになっておりますが、どうしてもその、おまあ、 手に入るところ、手に入らない自治体、そう出てまいりますので、まあ、そういう場合には、国が調整をさせていただいてです、ねえ、しっかりと患者の多い、自宅待機の多い、そういう自治体にもです、ね、あのこのパルスオキシメーター、手に入るように、そしてこれをもってしてです、ね、しっかり健康管理をしていただけるように努力してまいりたいというふうに考えております。委員長遠山清彦君え田村大臣あの続けけてる恐縮ですすどもええじ自,自宅療養者に対する食料の支援え これも国も後押しして、地方自治体がしっかりできるようにしていただきたいんですが、あの簡潔にいかかがですか厚生労働大臣、田村典久君。 ここは結構、肝のところでありまして、あの家族と住まれておられれば、どうやって感染を防ぎながら生活をしていくかという論点があります。一方で、1人暮らしの方は、生活に必要な支援物資、これどうするか、中でも食事、これはもう、3度3度食べなきゃいけないわけでございますので、あのこれに対していろんな配送サービス、各自治体でご努力いただいておりますし、まあ、高知令等々はです、ね、あの厚生労働省としても、他の自治体にしっかりと周知をしてまいりたいと思います。あの費用に関しては1食分円 3食ですと1日4500円、これを上限にです、ね、先ほど来申し上げております臨時包括支援交付金で対応できるようになっておりますので、あのこういうものを利用していただきながら、しっかり食事を供給いただく、そしてまあ他の生活支援の部分もどういうものが必要か、これ、関係者からまたお話をお聞かせをいただきながら、われわれとしてもです、ね、在宅で療養されている方々の生活支援の方もしっかりやっていきたいというふうに思っております遠山清彦君。あのぜひ今、テレビで、えー、見られている国民の皆さんもですね、 国として一食代あたり千五百円、三食で四千五百円、自宅療養の,療養の方、支援するんだという方針があるわけでございますので。あとは自治体としっかりと連携を取っていただきながら。これをあの周知徹底、また実施をしっかりとしていただきたいと。申し上げさせていただきます。続きまして、え国民の皆様が大変注目の高いワクチン。について、特にあの。河野太郎。国務大臣に。この、まあ、今、令和の。 運び屋というふうに自称されているわけでございますが、どうも報道等を見ていると、官房副長官と大臣のご発言が整理されているのかなと思っている人は、国民の中でも多いのではないかと思います。合計3億1400万回分の供給を受けることについて、すでに契約は3社と締結をされているわけでありますが、いつからどの程度、 日本に供給されていくのか、現時点での確保の見通しを、表現も含めて正確におっしゃっていただきたいと。国務大臣、河野太郎君あの。国民の皆様に行き渡るだけの十分な数量の契約はできております。特にその中で、最初にファイザー社のワクチンが承認を得られれば、 2月の下旬から接種をスタートしていきたいというふうに思っているところでございます。あの最初は医療従事者の方々からスタートをし、その次に高齢者という順番でいきたいというふうに思っております。現在、ファイザー社とこの供給スケジュールの確定を目指して、交渉をしているところでございますので、 今の時点での供給スケジュールはまだ未定としか申し上げられませんが、えー、一刻も早くこの供給スケジュールを確定をして、えー、2月の下旬から接種が開始できるように、あの自治体の皆様、医師会の皆様、関係の、えー、物流をはじめ、関係する皆様にはあお願いをしてまいりたいというふうに思っているところでございます遠山教育公君。 河野大臣の突破力、実行力に期待をさせていただきたいと思います。一刻も早くワクチンを日本に入れていただけるように政府としてあらゆる努力をしていただきたいと思います。その上でワクチンの接種につきまして世論調査を見ますと、えー、まあ数字違いはありますが、大体国民の約半数がですね、懐疑的態度、まあ打つか打たないかわからないというような。 お答えをされていいることがございますでその背景には、有効性と安全性への懸念があると思いますが、まずあの有効性について伺いたいのですが、まあ、政府が契約した3社のうち、特に2社、アメリカの2社のワクチンにつきましては、最終段階の臨床試験で、えー、予防効果の有効性が約5 95%と言われております。のの有効性というのは分かりやすく言えばワクチンを 打たなかった人100人のうち20人が感染をしたとすれば、打った人100人のうちは1人だけ感染をすると、まあ、95%減ですからね、ということになるわけであります。で、インフルエンザワクチンの予防効果というのは30、30%から60%が普通だと聞いておりますが、そうすると、この95%という有効性の数字は、かなり高い。 数字高い有効性を示しているのではないかとお考えますが、大臣の見解はどうでしょうか厚生労働大臣、田村の君あのファイザー社とモデルナ社のですね、第3相の試験。 これの公表論文というのがありまして、これでは確かにです、ね、95%有効性というものがです、ね、この中に書かれております。あの併せて申し上げれば、アメリカのです、ね、FDA、ここで緊急使用許可のです、ねまあ、ワクチンの有効の最低の率というのは、だいたい50%水準で,です、ね、上回るというのが、まあ、この FDA がそういうふうに言っておりますので、まあ、そういう意味では95%上回っているということでありますが、ただあの、我が国では、 まだこれ、安全性、有効性、今検証中、今、ファイザーの方を検証中というか、審査中でございますので。 まあこの95%という公表論文をもってして、私が95%ありますと言いますと、支障が生じますので、私の評価の方はあは、ここで控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、しっかりとですね審査をした上で、国民の皆様方に副反応も含めて、情報解除をさせていただいて、しっかり打っていただけるような環境を作ってまいりたいというふうに考えております遠<員>山清彦君。わかりました。まあ、あの大臣も慎重に、えー ことを運ばざるを得ないのはよく分かりましたが、安全性、人によってはこっちの方が大事なんですけれども、副作用とか副反応に懸念があるわけでありますけれども、ああいろんな専門家のいろんな発言、私も見ておりますが、今、大臣が答弁された2社のワクチンについては、重篤なアレルギー反応というのは100万件当たり11件だという情報にも私、接しておりますので、 問題性は低いという指摘も一部の専門家からあるわけでありますが、いずれにしても日本政府として、この日本で接種する前に安全性を担保するために、ワクチン供給を受ける前にどういう措置を取るのか、簡潔にご答しをお願いします厚生労働大臣、田村則久君あの。まずしっかりとまあ安全性も、これは審査をさせていただきます。あの国内ののデータももありますのでこれも含めて しっかりと審査を、もちろん海外もそうでありますけれども、させていただくということであります。同時にですね、あのまあ、申請の書類、それからです資料ですね、それからあの審査報告書、さらには医療従事者、医療従事者といいますか、まあ、医師等に添付する、添付書類、こういうものに関してはです、ね、なるべく早く公開をさせていただきです、ねあの、これ、ウェブで分かりやすく説明をさせていただきたいというふうに思っております。あの副反応に関しましまても これはのいろんなところから、例えば医療機関もそうでありますし、そもそも卸等々が、網羅的に医療機関から副反応の報告というものを集めております、それから自治体、これは市町村、県、国においても窓口作りますので、そういうところにもいろんなものが集まってくると思います。いよいよまあ接種が始まった後は、そういう情報もしっかりと我々の方で収集をさせていただき、分析をさせていただいた上でで、国民の皆様方にですねしっかり情報を発信をしてまいりたいというふうに考えております。 遠山清彦君わかりました、ちょっとあの今のご答弁にかぶるところもありますが、菅総理にですね、一問伺いたいと思っておりますあの。公明新聞でインタビューを受けました、アメリカの国立研究機関で働いておられるウイルス免疫学専門家の峰宗太郎氏によりますと、アメリカの FDA によるワクチンの緊急使用許可を決める審議は、誰でも見られるよう、 動画投稿サイト、youtube で公開をされ、資料も事前公開されたと、こうした徹底した情報公開が、ワクチンへの信頼の醸成につながっているという指摘をされているわけでございます。今、田村大臣からも若干ご説明ありましたけれども、日本も、えー、先行しているファイザー社も、薬事承認のプロセスはこれからなんですね。よって、まあ、国民の皆様に安心をしていただくためにですね、この、 ワクチンの承認プロセスについて、国民に最大限の情報開示をすべきだと考えております、これ、非常に大事なポイントですので、あえて総理大臣にご答弁をいただきたいと思います。内閣総理大臣、菅義偉君ワクチンの安全性、有効性にかかる情報について、できる限り国民の皆様に公開をし、 正確な情報を分かりやすく提供することが、ワクチンに対する国民の信頼を高める上でも重要であると考えています。ご指摘のようなあ諸外国における先進的な事例を参考としながら、例えばワクチンの安全性、有効性に関する資料や審議会の記事、議事録等については、企業の 財産権等に関わる内容を除き、迅速に公開するように努めたいと思います委員長。遠山清彦君総理、ご答弁ありがとうございます。あのまあ、国民に最大限情報を解除をするというご答弁だったと思いますが、最後のところで、企業の知的財産権に関わるところを除いてと、えー、おっしゃいました、これは、まあ、当然にあの企業にも企業秘密があるわけですから、それが、えー あ,のあらわになるところは国民に開示はできないけれども、それ以外のところは迅速に公表したいということでありますから、あとはこの迅速にというのはどれぐらい迅速にのところだけですので、総理のリーダーシップで、本当に迅速に国民に必要な情報を開示をしていただきたいと思います。次ににちょっととパネルをを出出ししまますす続けてて総理に御答弁をいいいいたただきたいと思いますがこの今出しているのの今るは政府の資料で優先 接種のですね順番と、これはあのスケジュールのイメージですから、本当にこのとおりいくかどうか、まだわからないわけでありますが、まず最初に医療従事者向け先行接種1万人、その後医療従事者向け優先接種300万人、その後高齢者向け優先接種3000万から4000万人程度、その後に基礎疾患のある方や、高齢者関連施設で働いている方々を優先して行うと。 いうことになっておりますで問題はです、ね、これ、特に膨大な人数なんですが、合計5000万人ぐらい、あの特に高齢者のところが、まあ、65歳以上ですと3600万人だと思いますけれども、まあ、接種クーポンを高齢者の方々に自治体が配布をして、そしてあの接種会場で受けていただくということになりますが、これはあの、大きな混乱が起こるのではないかという懸念の声がすでにあります。で 関係省庁も多いんですねワクチンの承認等は厚生労働省、ワクチンの輸送は国交省、えー、冷凍庫の確保、ディープフリーザーといわれる冷凍庫の確保は経産省、自治体との連携は総務省などと非常に多いということで、総理のリーダーシップで,です、ね、この混乱を回避しながら、この優先接種を円滑に実施する体制をしっかりと構築すべきと考えていますが、総理のご決意を伺いたいと思います。 内閣総理大臣、菅義偉君今、委員からご指摘ありましたように、国交省とか、あこれ、経産省も入りますし、えー、地方自治体ですと、総務省も入るわけでありますから、政府全体として、えー、取りまとめる大臣が必要だということで、河野担当大臣を私、任命をいたしました。 ですから具体的なことは今、大臣の下で、これ、調整に入ってますので、大臣から答えさせたい、私はそれぞれの省庁が協力するように、国挙げてできるような形で、今、私自身は取り組んでいるところです長遠山清彦君、そうすると河野大臣は運び屋だけではないですね、全省庁、関係省庁、全部しっかりと。 協力を得ながらやられなきゃいけないということが分かりましたので、まあ、もちろん総理のリーダーシップがその後ろにあるわけですが、ぜひしっかりやっていただきたいと思います。続きまして、麻生太郎財務大臣にお伺いをいたします。あのコロナ禍が長引く中で、業種によって差はありますが、多くの中小零細企業は影響を受けております。でこれままでのまずあのず官民の金融機関による 中小零細企業に対する資金繰り支援の融資実績と第三次補正予算及び来年度当初予算を踏まえた今後の取り組みについて伺いたいと思いますそれと大臣あの一緒に聞きます二つ要望がございます一つは昨年に一度借り入れをした企業がコロナ長引いてますから再度借り入れをしたいというケースが今後増えると思いますがこれに前向きに 対処していただけるかかどうかこれ1つ目ですで2つ目の要望はですね、実はこの、えー、無担保で、えー、無利子で、えー、貸しますよというこの制度は、実は返済の据え置きが最大5年になっていたんですね。ところが、財務省から頂い,いた資料を見て、私、驚いたんですが、去年、お金を借りた企業の66%、3分の2が、返済据え置き期間が1年以内に、 なっているんですねつまり去年の時点では、こんなにコロナが長引くと思ってなかったから、借金だから1年で返そうという、まあ、日本人は本当に真面目な社長さんが多いなと思ったわけですが、しかし今、長引いてきてますので、この据え置き期間の延長を求める企業が多数これから出てくると、そうすると、金融機関は条件変更に前向きに応じていただかなきゃいけないんですが、これも前向きに応じていただきたいという、この2点の要望についても併せてお答えをいただければと思います。 財務大臣麻生太郎君時間がないようですから、あのまず最初にご家門がありました、無担保融資等々の,あの金額等々でしたけれども、令和2年12月末時点で223万件、約42兆円でありまして、そのうちいわゆる金融、国,何何国がやっております、公庫等々のものは73万件、約12兆円と。 いうことになっているのが今の言われた実際でありますあの今そのほかにもご質問があっておりましたけどこの無日水無担保融資等々これは資金繰りの話になりますんでこれはいわゆる不老の話なんでそういった話ではあのこういったものはしばらく継続戦闘をちょっと どうにもならんだろうということで、まずは取り急ぎ、前半まで、今年前半ぐらいまでは継続するということで、そのうちあの内容をよく検討させていただかないかとか出てくるだろうと思っております、それから再度仮れの話がありまして、これはあの融資の再審査という話なんでしょう、だと思いますけれども、過去の貸し出し条件がよく変更している、富山産業は危ねえとか、ね、あと <laughs> のところはちょっとなんとかいろいろ経歴がありますから、ああいうのは。 事実のみで解散するのではなくて、ね、過去の例だけではなくて、事業の今の,このコロナというようなちょっと非常時みたいなものになってますので、そういった意味で経営実態や今の条件特性を考えて判断を行い、また、すでに企業債務、既に借りてる債務、企,あ企業債務のついての据え置き期間の延長等々についての条件変更と言っておられるんだと思いますけど、 最大限に柔軟に対応しろというような話を、とうとう、これを金融広校を通じて、私どもとしては、日本高校等々に累次にわたって、もうすでに要請を、昨年末ぐらいからさせていただいているところでもありますので、乗車の資金繰り等々の支障に生じない、これ、ストックの話じゃなくて、あの話、フローの話ですから、そういった意味では、支障が生じないように、全力で取り組むようにさせてまいりたいと思っております遠<上>山清彦君。 ありがとうございます私の要望、2点とも前向きに対応していただけると確認ができました。え続きまして、え防災・減災え・強靭化に関連して、2点まとめてあの赤羽国土交通大臣にお伺いをしたいと思っております。まあ、近年、自然災害が激甚化をしておりまして、で防災・減災・国土強靭化、極めて重要だとで、次の5年間で15兆円程度の予算を確保することが決定されたことを心から歓迎をいたします。 で私の地元であります、横浜市保土ケ谷区旭区で,です、ね、大きなこの防災上の課題の一つは、共愛道路の解消になるんですね。非常に狭い、福井が4メートル未満の道路が非常に街中に多いということでございまして、これが災害時の消防活動や救急搬送等に支障を生ずる原因になっております。この 外道路整備等促進事業を長年推進してきた国土交通省に、その進捗状況と今後の見通しについて伺いたいと思います。それからもう一つはですね、これはあの消防車、救急車の円滑な活動を阻害する別の問題として、開かずの踏切問題というのがございます。開かずの踏切というのは、ピーク時の遮断時間が1時間当たり40分以上ある踏切を指します。 令和に入っても、日本にはまだ全国で532か所も開かずの踏切があると、国交省から伺いました。私の地元、横浜市旭区にある相鉄線の鶴ヶ峰駅周辺もそれに該当しておりまして、周辺10か10箇所の踏切のうち、開かずの踏切が半分の5か所でございます。火災発生時などには、救急車両が現場に迅速に行けない等の問題が生じてまいりました。 現在、地元の自治体である横浜市と鉄道事業者が、連続立体交差事業でこれらの踏切を解消する方向で、着工準備に入っていると認識してしまいますが、国としてもです、ね、国による事業費の補助を行う形で、早期の事業化を図ってもらいたいと思いますが、国土交通大臣の見解を、この2点について伺いたいいたと思います国土交通大臣、赤澤和義君。はい あのまず、境外道路の件ですけれども、これ、いわゆる高度経済成長期にまあ一気に住宅が、都市化が進んだと、そういう中で、しっかりまあまあ煩雑な中で,で、境外道路ですとか、無秩序な住宅地が形成されてしまって、都市部の住宅地、古い住宅地、これ、よく多く見られます、私もあの阪神・淡路大震災のときに、こうした部分で相当被害が多かったというのは、れっとした事実でございますので、これは何とかしなければいけないと。 あの国としては、境外道路の用地買収ですとか、舗装に対して支援するという、境外道路整備,整備等促進事業がございます。これ、10年前は188の地方公共団体、この10年間で271まで増えてる、活用していただいております、横浜市もしっかりやっていただいておりますので、市があくまで主体ですけれども、国がしっかり応援していかなければいけないと、ただまあ密集市街地の問題もありますので、なかなかその辺が優先度が どううななののかかとととといいことがけんあの課題としてあるかと思いますまたあの具体的なあの鶴賀峰の駅のここですけれども、まさに10の踏切のうち5箇所が開かずの踏切、1箇所がボトルネックと、まあ、極めて慢性的な渋滞、悩まされておりますし、この相鉄線は多分ああの厚木街道に並行して走っている、大変まあ目抜きのところでありますし、まあ、鉄道が分断をしているということもあるので、これ、横浜市が主体となって、えー、鶴賀峰を、ま、あ 挟んで,ですね西田駅から二俣川の2.8キロについては、連続立体交差事業、計画されていると承知しています、これ、連続立体っていいましても、トンネル事業かと思っておりますが、これ、これまでも国会で質問されておりましたが、国としても平成30年度に調査費をつけたところでありますが、今般、横浜市は都市計画決定をされて、令和5年から工事着手が始まるというふうに聞いておりますので、 こ,のえー、これに合わせまして、国としてもしっかり横浜市の支援をしていかなければいけないと、で特にです、ね、ここはのトンネルというのも、鶴ヶ峰から二俣川まで、相当、二俣川まで相当,二川で相当あの勾配がきついというふうに承知をしておりますし、えー、横浜市の水道管が通っていたり、またあの、保土ケ谷バイパスの下をくぐらなければいけない、極めて難工事が予想されておりますので、技術的な支援も含めて、 しっかり国としても主体的になって頑張っていきたいと思っております遠山清彦君。ありがとうございます。防災・減災の観点から、まあ、私の地元の具体的な事業を挙げながら聞かせていただきましたけれども、全国的にも同じ問題を抱えているところ、多いわけでありますので、しっかりと推進をしていただきたいいと思います最後にに問、えー、財務大臣に再度伺って終わりたいと思います。 1> 1つあの2つまとめて伺います、1つは、もう税関と国税のマンパワー拡充、これは重要だというふうに思っておりまして、私も財務副大臣時代、痛感しましたけど、税関の業務と国税の業務が非常に増えておりますので、この職員の増員を進めていただきたい、これについての財務大臣の方針、そしてもう1つは、確定申告が、 本年も2月16日から1か月間行われますが、今、感染拡大が続く中で、昨年同様、期間延長してもらいたいという要望が地元の税理士、あるいは青色新国会の皆様からございます。この2点についての財務大臣のご答弁をいただきたいと思います財務大臣、麻生太郎君えと、時間がないようですから、えっ、ー、と、でかん。 税関の職員については、7年連続三桁の順増となりますけれども、150人の順増、あの定員とじゃなくて順増ということを予定させていただいておりますので、あのいろんな意味であの役に立てるかなと思っております。あのも,う一点もう一点の納税の,納税の話ですけれども、納税の期間に関しましては、3密という問題も1つありますので、今年は、 令和2年度の4月の16日まで延長させていただきたいと思っております委員長大山清彦君あと20秒で私の持ち時間終わりでございますあの今日はいろいろと新型コロナ対策関連ああ財務大臣、はい、財務大臣4月,4月16日は今までまで決定した4月16日は去年まで4月16日させていただいておりますのであ<ー>あのこの辺は今から検討させていただきます一応 <laughs> 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 分かりましたあの、ぜひ延長する方向でご検討をいただければと思いますと申し上げて終わりたいと思います、ありがとうございましたこれにて、遠山君の質疑は終了いたしました。次に